今回は、非常識すぎるイッチのお話を2本ご紹介します。まず1本目はこちらです。視聴者の皆様、こんにちは。今回は友達の誕生日会&プチ同窓会に行ってきたら恥をかいたんです。と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。聞いてください。ひどい仕打ちを受けたんです。みんなが私のことを我以来ハブにするんです。そんなにあれがいけなかったって言うんですか。落ち着いて落ち着いて、あれって言ったってわかんないわよ。言葉がごちゃごちゃ。すれ立てするぐらい余裕があるんだったらもうちょっと考えて書けばいいのにな。いや、考えてちゃすれ立てなんかできないと思うぜ。そうだな。けど友達の誕生会とプチ同窓会を一緒なら、それは随分大掛かりだったんじゃないのか？そうなんです。なんだってわざわざ高校のクラスメイトの誕生会を高級ホテルのレストラン貸し切ってするんですか？え？それすごくねえ？どっちがメイン？どっちがついで？誕生会とプチ同窓会は？それが、メインは誕生会なんですよ。ああもう思い出しただけでむしゃくちゃする。そう言っているけど、どんな恥をかいたっていうのよ。だから私の着てきたものがあんまりにも恥ずかしいって言うんですよ。常識知らないとか。じゃあ何を着ていったの？普通誕生会って聞いたら、普段着に毛の生えたようなものしか着ていかないと思いませんか？普段着に毛の生えたもの。それはどうかしらねえ。場所によるでしょう？そもそもイッチは上に高級ホテルって書いているじゃない。高級ホテルのレストランで誕生会ってすげえな。分不相応です。私たちまだ21歳ですよ。大学も3年生かそこらですよ。なんだってそんなところでわざわざ見せつけるように開くんですか？そんなのは、開いたやつの勝手だろ。確かに高級ホテルって聞きましたよ。だからといってドレスコードがいるって聞いたら冗談かと思うじゃないですか。いやそれはお前が常識知らずって言われて当たり前だろう。21歳だったらもう成人式も過ぎてることだし、再来年は社会人なんでしょ？それとももう社会人？ドレスコードは知ってなくちゃまずいわよね。それじゃ何ですか？みんな知っていて、私だけが知らなかったっていう話ですか？それ以外なんだって言うんだよ。でも決めつけるには材料が足りねえな。詳細もうちょっとよろしく。それにしても、21歳で高級ホテルのレストランでって誕生会って、クラスメイトはお嬢様か何か？そうです、多分。多分。だって高校に通ってた頃にはあの子、まるでそんな素振りは見せなかったんですよ。みんなと一緒に騒いでたあの子が実はむちゃくちゃすごいとこのお嬢様だったなんて知るわけないじゃないですか。まあだから、それを広める意味もあったんじゃないの？そうそう、お披露目とか。お披露目もありましたよ。ここでなんとあの子、婚約者まで紹介しましたよ。イッチねえ、あの子あの子って言うと、いちいちうるさいし、他の人が出てきたら混乱するから仮の名付けてくれない？ A 子でも B 子でも。わかりました。じゃあまず、私に今回はドレスコードが何とかって言ってきたのが A 子とします。うん、A 子さんね。それで今回の誕生日だったのが B 美とします。じゃあその B 美さんが実はお嬢様だったと。そういうことらしいですね。本当に私は知らなかったんですよ。じゃあイッチはビーミさんとは別に友達でも何でもなかったっていうの？クラスメイトですから、そこそこ付き合いはしましたよ。だけど、家まで行ったことないです。そこまでの付き合いじゃなかったのか。だから招待状が来た時、なんだってビービが私を誕生日に誘うのか、さっぱりわかんなかったんですよ。招待状、誘ってきたのはビーミさんから？そうです。直接招待状が来たんですよ。それも分厚い、綺麗な紙の。へえ、招待状と来たよ。すげえなー。そうです。すごかったんですよ。いとこの結婚式とか、そういう時に回ってくるような、むやみに綺麗な厚い紙の封筒に入った招待状が印刷されてて、ぜひいらしてください、みたいなことが書いてあるんですよ。その上、会費は特にいらないってあるんです。うわ、それすごいわねー。高級ホテルのレストラン貸し切って、それで費用は主催者持ちってこと？それだけそのビーミさんの実家には財力があるってことだろうさ。かもしれませんよ。でもそんなの想像したことが全くなかったんです。だから、ホテルのレストランはすごいな、と思ったんですけど、私の頭の中で浮かぶそれって、ほら、ランチバイキングってあるじゃないですか。そういうものを食べに行くときくらいですよ。だからいくら高級だったとしても、ある程度見れる外出着ならいいじゃないですか。だからそのくらいの気分で行ったんですよ。
っていうと、イッチはどのくらいの格好で行ったのよ。私はもともとポップな感じが好きなんです。ポップな感じときたよ。それでデニムの短めのミニスカワンピに黒タイツ。それでこれは奮発した本革のスニーカー。最近ちょっと冷えてきましたから上着を羽織って。その上着って何？ジャケットか何か？違いますよ、スカジャンです。うわ、それ完全に遊び着じゃないの。だって誕生会ですよ。いくら場所が場所だって、誕生会だったらそのレベルだと普通思わないですか？いや、だって A 子さんからドレスコートが必要って言われてたんだろう。だったら高級ホテルのドレスコードってやつをちゃんと調べていかなきゃダメじゃないか。イッチのご両親はそれに対して何か言わなかったのか？誕生日パーティーなんだけど、高級ホテルのレストランに行くからって。今、私は一人暮らしなんです。地元を離れて。それに同窓会兼ねた誕生会ですよ。両親に相談なんかする必要なんてないと思いましたし。大体そんなドレスコードに合ったものなんてそうそう持ってませんよ。私、貧乏学生なんですから。だから、そういう時にはレンタルするって方法があるんじゃないの。成人式をもうやっているんでしょう？ああいう感じよ。だよな、貧乏学生って言うんだったら初めからレンタルするのがいいよな。私はそもそも成人式にだって晴れ着も着ませんでしたし、この先卒業式に袴をつける予定もないですよ。そんな余裕ないですし。ああなるほど、倹約しまくってるって感じか。倹約していること自体悪くないさ。これもしかしたら、イッチを呼んだこと自体がちょっと B 美さんのミスじゃねえか？いや、それでも両親とかに相談すれば、それなりにこういう服を着ていくべき、とか、助言はもらえたんじゃないか？うちの両親に何を聞くって言うんですか？そんなドレスコードがいるところだったら出るんじゃないって言うに決まってますよ。なるほどね、それはそれは。それで行ってみてどうだったんだ？びっくりしましたよ。まず指定されたホテル自体が、お目にかかったことがない場所でしたし、そもそもわざわざ新幹線使っていかなきゃいけなかったってどうなんですか？え、じゃあもしかしてイッチが今いるところじゃないの？会場は都内のホテルなんですよ。今の大学どころか、地元からでも新幹線で行かなくてはならない場所です。ああなるほどね。だから会費は取らなかったって感じなのかもな。かもしれないわね。でもみんなちゃんと来たんでしょう？来てましたよ。なぜわざわざお金かけて？と思ったくらいです。でもイッチも来たんじゃないの。A 子が来い来いって誘うからですよ。B 美がみんなに祝ってほしいからって。B 美さんはそこまでしてどうして誕生会を開いたわけなの？それですよ。だから婚約発表もついでにしたってわけですよ。それとですね、これまた腹が立つんですけど、どうも B 美っていうのは、中学までは都内のお嬢さん校に行ってたんですよ。何かあってその学校に居づらい感じになったので、高校は母方の実家がある私たちの地元の普通校を受けたんですって。そうしたらうちの学校では、お嬢様扱いも何もされなくてとっても気楽だったとかなんとか言うんですよ。確かにそんな素振り全然見せませんでしたから、知りもしなかったし興味もなかったです。そりゃそんな扱いもしませんよ。ただ A 子が言うには、B 美の言葉の端々とか言動から品の良さとかお嬢様感はあったって言うんです。そんなこと私が知るわけないじゃないですか。つまりイッチは B 美さんと仲良くなかったと。仲が良いじゃなくて、そもそもどうでもよかったんです。目立たなかったし、地味だったし、おっとりしていたし。そうやってよ、お前は派手でワイワイ騒いで陽キャを気取ってたってわけかね。陰キャ陽キャって言うんだったら、確かに B 美は陰キャの方でしたよ。ただなぜか特にハブにされもせずに、妙にみんなが B 美の方に寄ってっては、楽しそうに過ごしていたんですよ。そういう姿を見てるとイライラすることはありましたね。つまり嫌いだったのね。嫌いとかそうじゃなくて、関わりたくなかったんですよ。だから私に招待状なんか出さなきゃよかったのに、A 子がわざわざ電話してきて、B 美の誕生会には行くわよね？っていう感じで念押ししてきたんですよ。それで場所のことも説明してきて、ちゃんとドレスコードに合った服装をしてくるように、って言ってきたんです。出ておくとためにもなるからとかなんとか言って。ためになる、か。B 美の両親のコネをつかもうと期待してる部分もあったのかもと後で思いましたよ。というのも、B 美がどこのどういうお嬢様だっていうのを、この招待状でみんな結構悟ったようなんです。それで特に、都内の企業に勤めようって思ってる男子たちは、少しでも就職に有利な情報を集めようとも思っていたようなんです。
イッチはどうなんだよ。就職活動。私はそこまで就職に対してガツガツしてませんから。いやもうお前、結構就職考えなきゃいけない時期だろう。そうかもしれませんけど、そこまでガツガツして求めるなんて私の性に合わないですし。じゃあまあそのドレスコードも、性に合わないからってことで見なかったことにしたんだな。見なかったことじゃなくて、誕生会程度の集まりって思ったんですよ。ところが私、初めは入り口で止められちゃったんですよね。ホテルの人から当初は不審者扱いですよ。ひどいじゃないですか。このパーティーは格式があるものですから、とか、そのようなふざけた格好をする人はご遠慮くださいとか。ふざけた格好、とまで言ったのか。いや、そこまでは言ってないですけど、そんな雰囲気でしたよ。思い出すだけでイライラしますよ、あの目つき。それはしょうがないでしょ。だったら欠席すればよかったのに。A 子が念押しするし、高級ホテルのレストランだったら美味しいものが食べられるなら仕方ないかな、と思ったんですよ。でも新幹線使うくらいだったら、交通費の分で今いるところのちょっといいところで美味しいものを食べればいいじゃないの。そこまで考えついてたら、初めから出席しませんでしたよ。でもプチ同窓会とか言ってるもんですから、みんなに会えるかなとも思ったんです。実際卒業してから、場所も随分違うし、帰省もしないから、会える機会もなかったですし。大学の友達はいるのか？それなりにいますよ。でもやっぱり高校時代が楽しかったもんですから、高校時代の友達とも連絡を取りたいなとは思ってたんです。ただ距離が随分離れてしまったので、なかなかそういう機会もなかったし、プチ同窓会って言うんだったら、やっぱり会ってみたいと思うじゃないですか。だったらそれなりの服装で来ればよかったのに。でも所詮、誕生会ですよ。さっきからそればっかりだけどさ、もしかしてお前、その場でも口にしちゃったんじゃないのか？ええ、しましたよ。せずにはいられませんでしたしね。ただでさえ私は浮きまくってましたからね。みんなこじゃれたワンピースに、男子は慣れないスーツで気取っちゃって。だからもう腹立って、自分の誕生会にこんなお金使って、わざわざ貧乏人の私たちに自分が金持ちってことをひけらかすみたいなことをするのか。って思っちゃったし、だから、たかが誕生会なのに、わざわざドレスコードが必要な格好を強制してくるのかなぁ。って、ちょっと大声で言っちゃったんですよ。そうしたらみんなシーンとしちゃいました。特に男子、こっちに対して何か、嫌そうな視線を向けてきて、高校時代は一緒に騒いでたくせに何ですか？あのしらっとした目は？それはもう3年もすれば、みんな大人になったってことだろう？それなりに。でもまだまだ私たち若いんですよ。若いのに、こんなところで格式高そうなパーティーをするってどうですか？そうだなぁ、高校の時やっとけばよかったかもな。高校の時だったら制服という最強のフォーマル服があったしな。そうそう、制服だったらどんな場所でもフォーマルでオッケーだったしね。あれはそれこそそのまま街に繰り出そうが、校内を走り回ろうが、結婚式から葬式までそれ一着で行けるっていう最強の代物だしな。イッチも貧乏学生って言うんだったら、いっそそういうのがあったぐらいの方がありがたいよな。実際そう思いますよ。でも本革のスニーカーは奮発して買ったんだろう？あれはどうしても欲しかったんです。やはり足元は大事だからですよ。普段の生活に使えて、それでいてちょっとしたオシャレと少しだけ高級感を感じさせてくれるのが本革のスニーカーなんです。できればこれだけはオーダーメイドをしてみたいと思うくらいには好きなんです。そのこだわりをなんでちょっとぐらいは一般常識に向けられないんだよ。だって誕生会ですよ。さっきからそればっかじゃないか。お前の思うとこの誕生会って、どういうイメージなんだよ？そや有志で集まってワイワイ騒いでちょっと飲み会をしてっていうレベルじゃないですか。それ以外のことをするなんて考えつきもしませんでしたよ。それは想像力がないって話だよな。だいたいBBがお嬢様だったってことも気づかなかったんだろう？他の奴らは気づいていたってことじゃないか。ちゃんとそういう格好してきてそこそこそんなコネを求めようっていう連中もいるんだからな。しかも婚約発表もするって言うんだからこれは相当なもんだよな。お前の格好は超浮いてただろうな。ええ、全く浮きまくりでしたよ。さすがに中ではスカジャンは脱ぎましたが、バッグは持ち込んだんですよ。けどそれが大きすぎるとか、そのデニムは何かとか散々 A 子に言われましたよ。A 子さんはちゃんとした格好していたわけね。ええ、
もう普段見たことがないような小綺麗なワンピースに新品の小ぶりなバッグ、そんなものそんなこじゃれたもの持ってるなんて聞いたこともなかったですよ。いやぁ、そのくらい持っていてもいいだろう。結婚式だって人によってそろそろあるしな。だいたい B2 さんだって婚約発表って言ってるくらいなんだから、近々結婚式もあるだろう。その時どうするんだよ、お前は。BB の結婚式なんて絶対行きませんよ。そもそも私が誘われるわけないじゃないですか。まあそれはそうだな。お前は誘われるわけないよな。そんな礼儀のないやつはな。まったくなんですか？ここでなら、少しぐらい私に同情してくれる人がいると思ったのに、全然そうじゃないじゃないですか。だってお前全然同情できる余地ないんだもん。普段在宅仕事な俺だって、綺麗めのワンピースってやつと肌色ストッキングに3センチヒール程度揃えとけばいいって程度には検索できたぞ。そうそう、そのくらいなら一つぐらい持っていればいいのに。BB のためなんかにわざわざ買いたくも借りたくもなかったんです。だったらそもそも来なければよかっただろう。本当にそう思いますよ。行かなければよかった。それでみんなと縁が切れてしまったとしても、BB のことをチヤホヤするようだったら、こっちから願い下げですよ。ちゃんと結果出たじゃないか。じゃあもうハブにされたって、構わないってことじゃないか。ああ、そうですね。よく考えたら。じゃあ失礼します。こう言って報告者はスレを去りました。ところがそれから3日後、落ちるかと思ったスレに報告者が戻ってきました。大変なことになりました。大変なこと？何が起こったっていうの？内定が出ていた就職先からお断りが来たんです。内定が出てたの？そうですよ。私だってそれなりに就職活動はしていたんですよ。全くしてなかったとか思ってたんですか？なるほどね。もしかして技術系か何か？それで優秀だから誘われたとか？そこまでじゃないんですけど、それでも学校の関係で就職先っていうのがあることはあったんです。代々うちの大学から人材を取る企業がありまして、たまたま私は今回その企業において、今後伸ばしていく部門の新人として良いだろうと、推薦されていたんですよ。ほう、それは良かったじゃないか。ところがその会社が、実は BB の実家の系列だったんです。それはそれは。それはそれはじゃないですよ。まさかそんなところに BB が引っかかってくるなんて誰が思いますか？まあ普通は思わないよな。そもそも BB さんがお嬢様と気づいてもいなかったお前だったら、その実家が何かとどう結びついているかとかも気づかないだろうし、大体就職のコネとか気にしてる男子がいたっていう時点で会社とか持ってるとか、重要な役割の実家なんだってことを想像もしてなかったってことだよな。それだからといって、自分がこの先就職するだろう会社と繋がってるなんて誰が想像しますか？だから B2 さんの実家はそれだけでかいんじゃないのか？知りませんよ。知らん、じゃなくて、そこは調べておくべきだったろう。男子がそこまで就職のことできっちりとそんな格好でやってきてたんだろう？だったらどっかで繋がってる可能性は考えておいても悪くはなかったんじゃないのか？考える分だったらタダだろ。そうそう、貧乏学生だったら余計に考えておくだけならタダだからね。いろんな可能性を考えておいた方が良かったはずなのよ。それともそういうことを考えられないくらいにイッチは頭が良くないわけか？成績は良いですよ。推薦を受けられるくらいですから。多分イッチは成績は良いけども、きっと空気読めない系なんでしょうね。だから学校側も推薦にしたんじゃないの？はぁ？何を言ってるんですか？大学側だって、就職率は上げたいのよ。でも普通に就職活動をした場合に一致はきっと落ちると大学の方も思っていたんじゃないの？ああ、だから先回りして入れてくれそうな会社に先に突っ込んでおいたってことか。そうそう。それがたまたま B2 さんのご両親の持ってる会社か何かの系列かわからないけども、会長とかグループとか、ちょっと想像しづらいくらいのでかいところとかドラマにも出てきそうなところが、実はあったのかもしれないわね。ああ、そのレベルだったら本当にあるかもしれないよな。じゃなかったら、そもそも都心の高級ホテルのレストランを貸し切ってのパーティーを会費抜きでやろうなんてことはしねえよな。しかも、婚約者、があるってな。ちなみにどんなやつだったんだ？ああ、なんかムカつくからあんまりよく見てなかったんですが。なんかパリッとした感じの、イケメンまではいけませんけども、高身長でシッとした感じでしたよ。語彙力がねえな、要するにお嬢様を奥さんにしても構わないような人材だってことだろう。
もしくは似合った家のやつか。ともかくエッチはそういう世界とは接点を持たない方がいいってことだな。そうよね、多分これで入社してしまってから、どこかでビーミさんの話とか不用意に口にして、お嬢さんのことひどく言う新入社員ってことで今度は社内で大変な目にあったりするかもしれないからね。あらかじめ行かなくて済んだ分気楽じゃないの？そんなこと言ったら、これから私、就職活動しなくちゃいけないじゃないですか。決まっておいたから気楽にやっていたのに。まあそこは仕方ねえな。ドレスコードみたいな常識をどうでもいいもんと思っていたんだったら、それ相応のところに行くしかないだろうさ。そうそう、その方がエッチに合ってるっていうものよ。それこそデニムとスニーカーの世界の方が行きやすいと思うわよ。そうかもしれませんね。ああ、まったく、お嬢様なんか知りませんよ。ああ、やだやだ、あんな風に隠して通ってるなんて、裏切りでしょうが。まったく別に隠してたわけじゃないと思うがな。単に言わなかっただけだろ。気づかなかったのはお前だしな。知りませんよ、そんなこと。ああ、もう、これからどこに就職したもんですかね？それはもう別のスレでも立てて聞いた方がいいんじゃないか？自分の適性は何でしょう？とかな。こうして常識を軽視した報告者は、内定していた就職先まで取り消されました。まだ時間はあるでしょうが、相応のところに就職できるかどうかは報告者次第でしょう。今回の報告者について皆さんはどう思いますか？コメント欄によろしくお願いします。続いて2本目はこちらです。視聴者の皆様、こんにちは。今回は仲のいいママ友を誘ってピクニックに行こうとしただけなのに、なぜか誰も来てくれなくて裏切られて辛い。そんな風に嘆くエッチのお話です。ねえ、どうしても聞いてほしいことがあるんです。もう許せなくて、今だって一人でピクニックに来てるんです。もう惨めでたまりません。おうエッチ、どうしたの？そんなに落ち込んで。一人でピクニックって、普通に楽しそうだけど。違うんです。ママ友達とみんなで来るはずだったのに。急にみんなドタキャンですよ。それで一人ぼっちなんです。そうなると確かにかわいそうかも。そうだな。というか当日キャンセルってさすがに非常識だな。そうですよね。何週間も前からの計画ですよ。しかも、全部私に計画させておいて。それなのにドタキャンとか、もう本当に信じられません。うわぁ、なんだろう。それはもはやいじめだね。うん、そのママ友達ってちょっと異常かも。ですよね、よかったです。皆さんは普通の感覚をお持ちで。私、自分が我慢しなきゃいけないのかとも思っちゃって。だから、わかんなくなってすれ立てしたんです。いや、一致は何もおかしくないよ。うん、どう考えてもドタキャンするような人たちが間違ってる。ありがとうございます。なんかすごく安心しました。それならよかったよ。私たちでよければ話くらい聞くからね。それはすごく助かります。何せ、広いピクニックスポットに一人でいるので、正直、寂しくて寂しくて。だから、そうやって話聞いてくれる人がいるだけで嬉しくて涙が出ちゃいます。とりあえず、イッチは今どこにいるのかな？結構大きな海沿いの公園です。サイクリングロードとかあったり、バーベキューできたり、ゴルフできるスペースも併設されてたりするんです。おお、それはかなり楽しそうな場所だね。はい。結構時間をかけて探したんですけど、来てみると想像以上にいい場所です。そんな素敵なところまで探せるエッチは優秀だね。自信持って。ありがとうございます。どんどん元気出てきちゃった。ただ、そもそも俺たちエッチのことよく知らないんだよな。確かに、どんな人か想像できた方が話聞きやすいかな。自分の話聞いてもらうのって、照れくさいけど嬉しいですね。私は別に普通の主婦です。子供は娘が一人で、今は保育園の年少さんです。なるほど。じゃあ今回ピクニックに来るはずだったママ友も同じ園に通わせてる人たちかな？はい、そうなんです。だから明日以降も顔合わせたりするし、気まずいなーって思ってて。大丈夫大丈夫、イッチは何も悪くないんだから堂々としてなよ。でも、そのママ友たちって変わった人たちでしょ？今までよくやってこれたね。はい、今年に入ってからの付き合いだからそこまで深い仲でもないんですけど、それでも、ここまでは仲良くやってこられたんですよ。一月前には今日みたいにママ友達で集まってママ友会なんてやったりしたし、それも結構大掛かりなやつだったのかな？はい、都内のちょっとした個室を貸し切って、みんなで楽しくお酒を飲んだんです。おお、それはおしゃれだねー。はい、実はその時の計画や準備も私がしてて。そうなの、もう一気大活躍じゃん。そんなエッチにこんな仕打ちするなんて、正直まともじゃないね。はい、
今回だってちゃんと頑張っていろんなプランを計画したのに、予約したところだってキャンセルになってしまって、せっかくなのに、もったいないなって感じです。ピクニックだけど、予約が必要なところなんだね。良い公園はそうなのかな？いや、公園自体は無料ですけど、さっき言ったみたいにゴルフとかできるんです。他にもアクティビティとか、バーベキューとか予約してて。なんか豪華なピクニックだね。確かに、俺の知ってるピクニックとは違うみたい。せっかく仲良しで集まるなら、楽しみたいじゃないですか。だから、せっかく頑張って計画したのに、台無しです。なるほどね。でもそんなピクニックするってことは、イッチもしやお金持ち？いや、そんなことないですよ。はじめに言いましたが、普通の主婦です。そうなんだ。ちなみに今回のそういうピクニックってどれくらい予算かかるのかな？一人につき1万、5千円でした。1万、5千円。すごい、そんなの経験ないな。そうですね、安くはないですよね。いろいろと予約したら少し高めになってしまったんですよね。それって、世の主婦は普通に出せるような金額なの？いや、そんなことないですよ。私からしても高額です。そっか、でも別にそれを他のママ友も了承してたんだもんね。いえ、他のママ友とは別に金額の打ち合わせはしていませんでした。あれ、そうなのか、初めに予算とか決めるもんだと思ってたよ。いや、なんか私に一任されてたんですよね。みんなで楽しくピクニックしようとだけ言われて、あとは丸投げです。それなら確かにな。でもその金額聞いた時ママとも驚いてなかった？確かに、何にそんなにかかるかはいろいろ聞いてきました。そうだよね、説明したら納得した感じだったのかな？納得っていうか、別に私に一任したんだから納得とかないですよね。私が決めたプランに沿うものじゃないんですか？でも、こういうのって意思共有が必要な気がして。だから、私は一方的に任されたんですって。なんで私がしたいように計画して文句言われないといけないんですか？いや、文句っていうか。イッチさ、他にママ友なんか言ってなかった？はい、予約した内容言ったら、キャンセルできないのかって聞かれました。別にお弁当は自分たちで持ち寄ればいいし、ゴルフしたい人は特にいないし、アクティビティも特にいいかなみたいなことを言ってきて。そうだよな。ママ友で行くピクニックってもっとナチュラルなものだよな。でも、そういうことができるから、わざわざそこにしたのに、それを否定するって元も子もないですよね。ねえ、そういうのしたかったのって、イッチ以外にもいたのかな？いや、その時は私だけでした。それはただのイッチのわがままツアーじゃん。違いますよ、他のママ友にみんな同調しただけですよ。どうせそうかな、みんなイメージと違ったんじゃないかな。それで結局みんなはそのプランに納得したのかな？その場面ではなんかちょっと途中で話が終わっちゃって。え、なんで？いや、私が腹が立ちすぎて席を立っちゃったんです。せっかく立てた計画を寄ってたかってぶち壊しにするのが許せなくて。だから、それが嫌ならもう誰かが他の予定立てなよって言っちゃったんです。そしたら、その後で結局私の案で行ってメールが来て。だから、納得して了承したって思いますよね。まあ、そうだな。そういう連絡が来たんならそうなのかな。それでですよ、一度行くって答えたのに結局ドタキャンしてるんですよ。それに関しては、もう言い訳のしようがないですよね。こんなの、まともな大人のすることじゃないと思うんですけど。確かにそれに関しては、一致に非はないよな。そうね、実際一致はただの被害者なわけだしね。待て待て、ここまで一致の話聞いてると、ちょっと一致の言うことにおかしいとこあったよな。何がですか？だからさ、聞きたいんだけど、ママ友達ってなんて言ってドタキャンしてきたの？もしかすると、ママ友達にも言い分があるのかもしれないぞ。いや、ほとんど同じような文で、メールで一方的に送りつけられたんです。メール？それは非常識な人たちだなぁ。ですよね。しかもみんな指定さんと同じ理由でキャンセルします。って、ほんと人のことバカにしてますよね。A さんと同じ理由か。A さんはどんな理由だったんだろう。いや、別に A さんの理由は言いがかりみたいな感じなので別に気にしなくていいですよ。いや、それが気になるんだよ。どんな内容だったんだ？ A さんからは前のママ友会のことがあって信用できないので欠席しますって来ました。ママ友会ってさっき言ってた、個室貸し切ったやつ？はい、そのことだと思います。そのママ友会でなんで不信感を覚えたんだろ。そうだよな、だってイッチはむしろよく感じ合ったはずなのに。いや、ちょっとだけ会計の部分で揉める部分がその時あったんですよ。
それをいちいち蒸し返してきたんです。あれ、イッチ怪しいな。揉めたって一体なんでなんだろ。その時、少しだけ漢字特権みたいなのを利用しちゃったんです。それで得したのが許せないみたいで。なに、みんなの分の支払いしてくれかのポイント貯めたとか。いや、実際の額よりちょっとだけ多めにみんなから徴収したんです。待って、どういうこと。だからそのままですよ。実際は4000円のコースだったけど7000円徴収したんです。やば、4000円を7000円はもはやばいじゃん。そうだな、というかこれは立派な横領ってやつだよな。うん、刑事事件になるやつかも。いや、待ってください、そんなにダメですか。だってお店探して予約していろんな計画私が立てたんですよ。結構な時間がかかったんだから、それくらいのメリットないとおかしくないですか。横領とかじゃなくて、これって人権費ってやつだと思うんですけど。いやいや、一致の人権費とんでもない額だな。おい、そうだね、いくら計画立てたって言ってもね。ママ友は全員で何人なの。私を含めて8人です。それじゃあ7人から3000円。2万、1000円も騙し取ったの。だから、騙し取ったって言わないでください。私に対する感謝の費用とか、さっきも言ったみたいに人権費って考えられないんですか。いやー、探すのもネットでポチポチだろ。時給にして相当な高額案件だろこれ。ただ、なんでこの一致の横領事件は A さんに発覚しちゃったんだ。いや、A はわざわざそのお店のホームページにアクセスしたんですよ。で、それで本当の金額を知ったみたいで。なんでそういうせこいことするんでしょうね。人のことが信じられないんですかね。いや、おそらく買いの途中からクオリティに違和感でも覚えたんだろ。あとね、せこいのは満場一致で一致だよ。なんでですか？そんなことする暇あるなら、A が漢字やればよかったのに。なるほどな、そのことがあるから A は今回キャンセルしたんだな。そりゃそうだよ、ピクニックに行こうって言ったら、1万5000円なんて言われてさ。しかも行ってきた人が前にお金ちょろまかした人なんだから、信じられないって。いや、今回は本当にその金額なんですよ。別に私は少しも得をしないような金額設定にしてます。そんなのネットで調べればすぐわかるんだから、今回こそ調べてほしいですよ。でもさ、イッチ、人って一度失った信頼はそんなに簡単に取り戻せないんだよ。そんなんもともと浅い付き合いなのに簡単に信頼するのがおかしいんですよ。勝手に信頼して裏切られたなんて言われても、知ったこっちゃないですよ。なんだろうこのめちゃくちゃな理論は。しかも、他のママ友の文章見るに、A はわざわざ言いふらしたんですよきっと。いちいち言わなきゃみんな気づかなかったのに、ほんと最悪。いや、A のしてることはむしろ、他の人のことを救うためだろ。責められる要素はこれっぽっちもないと思うぞ。なんでですか？何も知らなければ、今頃みんなで楽しくピクニックしてるんですよ。それをぶち壊してるんだから、A が悪いでしょ。いや、イッチ、そもそもみんなゴルフとか興味ないんだって。お前がやりたかっただけだろ。そういうことじゃないでしょ。友達同士なんてみんな少なからず我慢してるんだから。そうやって互いに思いやるべきって話をしてるんです。でもさ、イッチは何も我慢してなくない？してますよ。別に私はそもそもあの人たちと仲良くしたいなんて思ってなかったし、あっちから食事に誘ってきたから乗ってあげてたのに、そんな私の我慢も知らずに、何なんですかまったく。うわぁ、こんなイッチだから、ママ友達もきっと今までたくさん耐えてきたんだろうな。うん、絶対そうだよ。ただ今回のがきっかけになっただけだよ。よかったなイッチ、これから先我慢しなくていいんじゃないか。ママ友達はもう友達じゃなくなるし。ほんとムカつく、何なんですか。人が下手に出てたらどんどん調子に乗って、なんか偉そうにいろんなこと言ってますけど、あなたたちの言ってることなんて的外れですからね。最初は良い人たちかもなんて思ったけど、大きな勘違いでした。ああ、最初俺たちもイッチはまともかもと勘違いしてたよ。そうだな、当時の自分が恥ずかしいよ俺は。もういいです、あなたたちと話しても何の役にも立ちません。何一つとしてためになることも、思いやる言葉もかけてくれないんだから。これ以上やりとりしてると頭がおかしくなりそうだから、もう私は抜けますね。あとは勝手に私の悪口でも言って盛り上がってください。せいぜい時間の無駄遣いに励んでくださいね。それじゃあ、さようなら。そうして反省をしない一致は、スレの中にも理解者を得ることはありませんでした。そして、一致はそのスレから姿を消したのです。しかし、それから2週間ほど経った頃、また一致がスレ立てをしました。あれから果たして一致はどうなったのか。
気になるスレミンたちは、一旦そこを覗きに行くことにしました。すみません、前にすれ立てしたものなんですけど、その時の人たちってまだいたりしますかね？ママ友たちにピクニックをドタキャンされたっていうスレなんですけど。あれ、イッチ久しぶりだねー。俺たちとやりとりすると頭がおかしくなるんじゃなかったか。あ、でももともとおかしいからまともに戻るのかな。いや、あの時はすみません。昔から少しカッとなりやすい性格で、自分でもわかってるんですけど、なかなか直せなくて。おお、じゃああれから冷静に考えたら、ちゃんと反省できたのかな？反省？反省をすることは特になくないですか？ああ、やっぱり変わってなかった。まあ、いいや。今日はなんでまたすれ立てしたのかな？何か困ってることがあるような雰囲気だけど。はい、なんかあの後からいろいろ面倒なことになってて、少し相談に乗ってもらえたらなんて思ってるんです。どうした？イッチの不幸は俺の飯馬だから聞かせてみなよ。そういう言い方はやめてください。本当に悩んでるんですよ。あの日、ピクニックから帰った私は、すぐに A に連絡したんです。でも、電話には一向に出なかったから、メールしたんです。どんな内容だったのかな？なんでドタキャンなんてしたのか、そんなのまともな大人のすることじゃない。前のママ友会のことをまさか周りに言いふらしたのか、どうして済んだことをいちいち蒸し返すのか、そんなことを思いつくままに打って送りました。おお、さすがエッチ、完全な被害者スタイルだな。話の腰を折らないで聞いてください。そしたら一言、日時と場所だけ送られてきて、その日にそこに来いって言われたんです。すごく失礼だけど、何を送ってもその後返事もないし、結局その日その場所に行くことにしたんです。なんでイッチはわざわざそんなとこに行くの？もうママ友として仲良くするつもりないんでしょ？だって、前のピクニックのキャンセル代が発生してたんですもん。それを請求しないと私が損しちゃうじゃないですか。なるほどね。関係修復じゃなくて、お金を取りにか。それ、実際にそこに行ってみてどんな感じだったの？呼ばれたお店に行くと、そこには私以外のママ友7人が待ってたんです。うわぁ怖すぎる、修羅場じゃん。でも私は被害者ですからね、別に気にしませんでした。そしたらそんな私に向かって、代表して会が、今までのママ友会であなたがちょろまかした分を請求します。って言い始めて、紙を渡してきたんです。そしたら、そこには10万円以上の請求額が書かれてて、え、だってイッチが騙し取ったのって2万、1000円でしょ？なんで？いや、実はそういうことって一回だけじゃなかったんですよ。どういうこと？イッチは何度もそうやって過剰請求してきたってこと？過剰請求じゃなくて、人件費です。私自身、漢字とかやるの嫌いじゃなかったし、それをすると少しだけお小遣い稼ぎになるからと思って。だから、何回かそういう風に実際の額より多めに集めちゃってたんです。なるほどね、イッチのその手口は常習犯だったのか。やば、まさか10万以上騙し取ってるとは。もうプロの詐欺師じゃん。そういう言い方はやめてください。何度も言いますが、私の働きに対する対価だと思ってほしいです。請求されたってことは、今までのことが全部バレたってことかな？はい、どうやら A は前の一件があってから、それまでのものも遡って調べたみたいで、わざわざお店に電話したりもしたらしいですよ。なんだか気味悪いですよね。そうやって必死になって私を追い詰めようとして。俺にはこの犯罪者の言ってることがわからないぞ。うん、私もちょっと共感できないかも。気味悪いのはイッチかな。皆さんは他人事だからいいですよね。私は結局その日、それを支払わないと出るとこに出るってママ友達に言われちゃったんです。それはもうイッチさ、素直に払うしかないでしょう。そんな金額払えるわけないじゃないですか。私は普通の主婦ですよ。いやいや、自分が騙し取ったお金なんだから残ってるだろ。まさか使ったのか？使ったというか、気づいた時にはだいぶ減ってたから、今はもうないんですよ。イッチの金銭感覚どうなってんだよ。いや、なんか、ストレス溜まると買い物とかで発散したくなっちゃって。でもさ、イッチもキャンセル料の請求に行ったんだよね。それはどうなったのかな？はい、それはみんな了承して払ってくれました。その時もどうせ過剰請求したんだろ、イッチ。いや、A が前もってそれぞれ調べてたので、それはできませんでした。できませんでしたってことは、やっぱりするつもりだったんだろ。でもしてないんだから、もういいでしょこの話は。そのママ友達からのキャンセル料でさ、相殺されたりしなかったのかな？するわけないじゃないですか。キャンセル料なんて3万円くらいですよ。え、だって1万、5000円レベルの当日キャンセルでしょ。もっといくんじゃない？
いや、実際には1万5000円じゃなくて、もう少し安く済んで。出た、やっぱりイッチは今回もごまかそうとしてたんじゃん。いや、でもまあ、とりあえず私が受け取る額じゃ全然払いきれないんですよ。これ、どうしたらいいんですかね。ママ友も脅しで言ってきてるだけで、多分本気じゃないですよね。いや、どうかな。今までの貯めてきた怒りがあるなら、もしかすると本気で訴えられるかもよ。そんな、だって、人件費とか感謝代とか。普通は友達間で人件費発生するとは考えないんじゃないかな。感謝代にしても額がでかいしな。そんな、私どうしたらいいんですかね。そんな何万円も急に払えないし、旦那にだって言えませんよ。わかんないけどさ、とりあえずママ友達にもう一回謝るべきじゃないかな。だから、なんで被害者の私が謝るんだろう。なんかいつもこんな感じですよね。いじめる側よりいじめられる側の方が悪いみたいな雰囲気。誰も私のことなんてわかってくれないんですよ。いや、これはいじめとかじゃないからな。もういいですよ。このスレミンも私をいじめて喜んでるみたいだし。もう疲れたんでいいです。スレは適当に落としといてください。自分で何とかするんで、さよなら。こうしてイッチはスレを後にして、今度こそ帰ってくることはありませんでした。最後まで反省することのできなかったイッチは、果たしてこの後一体どうなってしまったのでしょうか。今回は仲良しのママ友にピクニックをドタキャンされたと言いつつ、本当はお金を騙し取ってママ友達に愛想を尽かされたイッチの話です。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。